このようにですね、枝がね、ここですね、黒くなってきます。これをすす病というふうにね、呼んでるんですけど、通常の枝の色ですと、このようなね、しっかりとした緑の枝をしてるんですけど、すす病にかかると、このようにね、黒っぽくね、変色します。これは光合成を阻害してですね、非常に株をね、弱らせる要因になります。おはようございます。深井丸です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、もうこちらですね。このようなすす病ですね。若干出てますね。全般的に出ていないんですけど、このようにね、すす病が幾分かね、出てきてます。で、今日はこのすす病の原因、特徴、そして対処法ですね。そういったものについてお伝えをしていきます。このようにですね、今ね、まあ、このみかんの木はまだね、剪定をしてません。3月に剪定する予定でいます。で、こんな感じですね、もう枯れ枝もすごいんですね、ここら辺ね。で、こんな感じで、例えばね、ここに1本枝があって、ここにも枝があります。これ、どけるとですね、だいぶ光が入りますね。で、このように、光が入らなくなると、すす病というのは発生しやすくなります。で、まあ、それ以外にもですね、まあ、例えばね、貝殻虫なんていうね、そういうね、貝殻虫のね、被害にあったりすると、まあ、そういったね、糞とかですね、まあ、それ以外のね、まあ、例えばね、こういうところにね、つく昆虫の糞とかですね、細菌の糞ですね、そういったものを伝ってですね、まあ、全般的に、この大気中の不正菌っていうね、まあ、糸状菌の一種なんですけど、その不正菌がですね、まあ、例えばこういうところにね、つくわけですね。住処になります。例えばこういうところですね、こういうような。こういうのはもう住処になりやすくなります。で、葉っぱが例えばこんな丸まってる中でですね、例えばこういうね、こういうところですね、これは蜘蛛の糸ですね。こういうところにも不正菌というのがついてですね、ここから伝播して、例えばね、葉っぱが真っ黒になっていったりですね、雨が降ると、こういうところを伝って、下に落ちてですね、全般的に黒くなっていくっていう症状があるんですね。で、そのようなことが起こってくると、葉っぱの光合成が乏しくなってですね、株が元気じゃなくなってくるんですね。まあ、光合成をしなくなるということで、元気がね、なくなってくるんですけども、こういうのとかね、こういうのですね。こういう中に菌がね、非常に住みやすくなります。で、ここから雨、そして空気、温度、これによってですね、この不正菌が全般的に広がっていってですね、この葉っぱを真っ黒にしていくということですね。これが、すす病の原因です。で、ちなみに貝殻虫がね、レモンの木に発生しているので、ちょっとそちらを見ていきます。はい、こちらがね、貝殻虫ですね。これ1匹でね、2、300匹ぐらいね、増えるんですよね。こんな形で貝殻虫が出てます。で、貝殻虫に侵されてくると、だいたいすす病を発生していきます。まあ、これもですね、3月の剪定で、この枝はね、落としていくんですけど、例えばね、こういうところですね。こういうところ。もうこれ、菌の巣窟なんですね。住処になってます。こういうのがね。で、すす病にね、かかってるかどうかっていう初期段階を見分けるのはですね、こんな感じでね、葉っぱをこすってあげて、このようにね、見ると黒くなっているとですね、
すす病の始まりですね。なので、そんな感じでね、見分けるといいと思います。で、すす病にかかったものを、じゃあどうやって対処したらいいのかっていうとですね、ちょっとみかんの木を見ながらですね、お伝えしていきます。はい、まずはですね、先ほどね、すす病が発生している枝ですね。この上にね、枝がもう一個あってですね、さらにその上にも枝があるんですね。ここも枝があります。だいぶね、かぶさり枝が多いんですね。こういうところはですね、光が入らないので、どうしても菌がね、住みやすくなります。まあ、じめっとしやすくなるわけですね。こういうところには発生しやすくなります。ですから、貝殻虫だけじゃないんですね。それ以外にも大気中の不正菌が、まあ基本的にはね、伝播の要因が大きいというふうになります。もうこういう感じですね。これね、これすす病の影響を受けてますね。なので、まあこれからですね、剪定をする方で、すす病にかかってどうしたらいいだろうという方はですね、このような切り方をするといいです。はい、こちらがですね、その隣に来たみかんなんですけど、こちらは、例えばね、このようにね、カビ病とかね、これは緑カビ病というね、病気なんですけど、こういうのを誘発してました。で、もう、この光と通気性ですね、こういったものをですね、入れてあげることによって、こういうカビがですね、やがて死滅していきます。で、全般的に見てですね、こんな感じでですね、だいぶ透かしてあげる。透かして剪定してあげる。種子も落とす。なるべくね、種子はもう2本ぐらいで育てる。側枝に関しても内側に向いているような枝。そういう枝はできるだけ落としたりですね。あとは、かぶさってる枝ですね。例えば、こういうところね、かぶさり気味にあるんですけど、こういうのがですね、大きくこうかぶさる時があるんですね。そういう枝はですね、できるだけ抜いて、中にね、このような感じで光がしっかりと入るような、そういう剪定を心がけてあげるといいです。で、そうするとですね、まあ、すす病もですね、枝を切ってあげることによって新しい芽が新調してきます。で、そういう芽を生かしてですね、そちらが光合成活発になりますので、まあそういう枝をね、生かしてあげるようにするといいですね。まああとはですね、薬とかね、そういったのもあるんですけど、薬をね、結構使いたくないよっていう方多いと思うんですね。ですからまあ、この3月の剪定で、このようにね、結構透かしてあげる。で、それで様子を見てあげてですね、比較的、有機肥料をね、与えてあげるとですね、まあ結構ね、株が反応してくれて、元気にね、変わってくることが多いです。で、ちなみにこの木はですね、結構病気にね、侵されていて、で、だいぶこのようにね、透かしてあげてます。種子もね、しっかり落としてます。で、この剪定の仕方については、概要欄の方に貼り付けておきます。ぜひね、春の剪定講座ということで、動画の方ね、上げてますので、まだ見てない方はそちらの方、ぜひね、ご視聴いただいて、参考にしていただければと思います。で、これぐらいね、切り込みを入れるとですね、まあ、切り戻してあげるとですね、しっかりと芽が反応してきます。この春に出て、そして夏に出て、秋に出てっていう形でですね、だいぶね、芽が新調してくると思います。なので、まあ、こんな感じでね、しっかりと透かして、中の方ですね、もう光がよく入りますね。こういう感じでね、病気にかかってるみかん、レモン、柚子、そういう木はですね、しっかりと光をあげるようにしてあげてください。で、またね、こうすることで通気性も良くなりますんでね、ぜひね、参考にしてみてください。で、またですね、こう見ていってですね、まあ、こちらのね、大きい株の方はね、まだ手つかずです。もうこういうところですね。もうこういうところ。ほら。この下の枝にこう被さってですね、こういうのね。
ですから、小枝はね、しっかりと落として、光がね、中に入るような形で、今後ね、3月に剪定をしていきます。ほら、いた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 。これですね。こういうの。こういうのが菌の集まりになります。雨が2、3日続いたりとかですね。もう1週間も続くと、間違いなくこれがですね、すす病を発生させます。これですね。こういうの。この中にね、雑菌、まあ、要は病原菌と言われてるね、糸状菌の一種たちがたくさん入ってます。でちなみに、不正菌である糸状菌はですね、100度でも死滅しません。生き残るんですね。マイナス30度でも生きます。それぐらいね、環境に強いのが糸状菌です。それも悪さをする病原菌ですね。ですから、他のね、虫たち、例えば貝殻虫とかはね、100度の熱湯をかけると死滅はします。ただ、糸状菌は死滅をしません。まあこれ、枯草菌の一種なんですけどね。まあそんな感じでですね、ぜひね、病気にかかっている、こういうところですね。これ枯れてる枝、こういうのですね、下。こういうところはですね、しっかり切り戻してあげます。これ、黒点病というね、まあ病気がね、誘発されやすくなります。こういうのはよく落としておきましょう。ということでね、今日はすす病、そして他の病気の関係ですね。ちょっとね、簡単にまとまらなかったと思うんですけど、お伝えさせていただきました。ということで、今日の動画良かった方は高評価、またチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。